幻想的な世界観とグロテスクな敵が好評を博したホラーシューティング地区フォンドが赤煉獄となってアーケードに登場。敵の中には撃破時に玉消し判定を持つ者がいる。敵を見極め道を切り開く。敵弾に課することでソウルゲージが増加。最大まで溜まるとソウルコレクトモードが発動可能。画面上の弾が消え時期が強化される。スコア倍率も上昇するなどいいことずくめな上、使用回数に制限はない。積極的に活用していこう。ソウルコレクト発動中にソウルアタックを消費することでさらなる強化状態へ移行することが可能。攻撃力とスコア倍率がさらに上昇するのでステージの後半やボス戦で使用すると効果的。なおソウルアタックはステージクリア時に一つ補充される。死神と少女、性能の違う2人のキャラクター。死神は通常時はワイドショット、低速移動時は収束ショットに変化。シーンを問わず活躍可能なバランスタイプ。少女は直線ショットとオプション弾に加え、ソウルコレクト発動時に超威力の剣を射出するパワータイプのキャラクター。ステージの最後には強力なボスが待ち受ける。強力無比な弾幕をくぐり抜け全5ステージを制覇しよう。ボスの弾幕はどれも一筋縄ではいかないものばかり。ソウルコレクトを有効に活用していくのが勝利の近道だ。地区本土、赤煉獄、エクサ・アルカディアより全国のゲームセンターで稼働中。